姉さんを怒らせた男はみんなこうなんのかい。そんなことないわよ。あなただってまだ生きてるじゃない。うー、怖い怖い。そんな怖いお姉さんに会いたいって人がいてな。そう、そう、ナトラテクノロジー社のジャクリーヌ・ナトラ様だな。知ってんだろ、美しきものを創造するナトラテクノロジーなってな。ラーセン、すんません。レイラさん、どうこの札束お気に召して。悪いんだけど、そういう趣味でやってるわけじゃないの。ではとても広いお庭で遊ぶのはどうかしら。ペルーとか壮大な山脈を登り、そびえ立つ氷壁を越え、険しい岩肌、吹き荒れる風、そしてこの小さなお守り、神秘的な力を秘めた古代のものよ。インカの遺跡に眠っているわ。私はこれを手に入れたいの。出発の用意はさせてもらったわ。明日にでもどうかしら。